医療機関のお役立ち情報をお伝えするウェブリーチャンネルへようこそ。こんにちは、川村信也です。 YouTube をやってるからということもあるんですけれども、クリニックさんで動画をちょっとやりたいんだけど、どういう機材使ってるのみたいに割と最近聞かれまして、ああなるほど、まあ、確かに動画撮るとき何使ったらいいかっていろいろその情報は転がってるんですけども、まあ、私のこのクオリティでいいからみたいな感じなんだと思うんですけども、まあ、今日はちょっと今使ってる機材みたいなのを通じて、まあ、医療機関さんが動画を撮るとき何を使ったらいいかみたいなお話をしようと思うんですけれど、まず最初にぶっちゃけて言うと、医療機関さんがまず始めるということであればスマホでいいかなって思います。私まあいくつか持ってるんですけれど、こっちが iPhone の10ですね、こっちがあの Google Pixel の3なんですけれども、どちらも最新ではないんですけれども、カメラ機能は iPhone でいうと10以上、 Google Pixel でいうとまあ4がいいかなと思うんですけど、3以上であればある程度の質のものは撮れるかなというふうに思います。それをですね、まあ、三脚のようなものでこう固定して撮るという形でいいと思いますし、私の動画のいくつかもですね、この iPhone で撮ってるというのもありますので、まずそこから始めていただいてもいいんじゃないかなと思います。ちょっとそれで飽き足りなくなったら、まあいろいろカメラをこう買うというところなんですけれども、じゃあ この動画何で撮ってるかというと、実はパソコンで撮っておりまして、ロジクールのですね C922 というものを使ってます。もうウェブカメラですね。それをですねパソコンでモニターを見ながら撮影をしているという形になります。なんでこれを使ってるかというと、私がロジクールっていうブランドが好きっていうのもありますし、まあ、ご存知の方も多いかなと思うんですけれども、例えばマウスだったりキーボードだったり割とアッパーなですねものをこう作ってる。なので私のこのマウスとかもロジクールですし、キーボードもロジクールになるんですけれども、割とまあ質のいいものを作っているということで、まあこれを採用しているという形です。でコロナの前はいろいろスタジオ的なところで撮ってたりもするんですけれども、それはですねこの一眼レフを使ってました。一眼レフ高そうだなという方もいらっしゃるかもしれないんですけど、これ一眼レフの中で、まあ、キヤノンの EOS シリーズの X5 っていうものでそんなに新しくもないですし、一眼レフの中では一番下位の機種だったかなと思います。でこれにしたのは音声ですね。ピンマイクはここに付けられるようになってまして、今も私あのピンマイク見えますかね、ここなんですけれども、ピンマイクで撮ってるんですけど、やっぱり音声はちょっと至近距離で撮れるように、そうするとクリアに撮れるので、そういうのを使っています。まあ、ピンマイクは結構何でもいいかなとも思うんですけれども、一応私コンデンサーピンマイクみたいなものを使ってますけれども、何でもいいと思います。ピンマイク自体ちっちゃいので音質にこだわるというよりは近くで話を取れるので非常にクリアに聞こえるっていう形が取れればそれでもいいかなというふうに思いますし、スマホにピンマイクつけるっていう形もできますので、 Amazon とかで調べていただければピンマイクどうやってつけるかっていうのも分かりますので、まあ、そういう形でもいいかなと思います。で最近はですね、まあ、これ最近買ってソニーのですね ZV-1 という機種で最近こう買いました。もし10万円くらい出せるんであればとか、なんかカメラも好きで一緒にやりたいなというのであれば、これは割とおすすめかなというふうに思います。手軽に撮れますし、綺麗にいろんなものがこう撮れます。下にスタンドが、専用のスタンドがついているような機種もあるんですけれども、まあ、スタンドはそこまでいらないかなという感じがしますので、まあ、この本体だけあればいいかなというふうに思います。紹介した機種で今も売ってるものはですね、下の概要欄から行けるようにしていますので、まあ、ぜひ見ていただければというふうに思います。それから気をつけたいのは、まあ、機種もそうなんですけれども、やっぱり照明かなというふうに思います。カメラはですね結構明るさで質が決まるような感じもありますので、やっぱりこう照明は明るくするために別途でこうつけるという形がいいかなというふうに思います。例えば今ですとこんな感じでですね、照明を2つ焚いてます。ちょっと引きで見ると、まあ、こんな感じになるんですけれども、まあ、2方向から照らしているという感じですね。でなんで2方向がいいかと言いますと、一方向からでもいいんですけど、私影があんまりできるのが好きじゃないので、2方向から照らすことで、まあ、影が消えやすいというのがあって、私2方向から照らしてます。一応ですね最近流行りのこういう照明もあるんですよ。輪っかになってカメラをですね
この中からこうガチャッとこうつけて撮るようなタイプですね。テレビとかでも YouTube の撮影現場ということでこんな感じの照明を見るようなところもあるんですけど、これを2つ照らせばいいんですけど、これだとちょっと一方向になってなんとなく好きではないので1回ぐらいしかこれ使ってないんですけれども、まあ、そういう形で照明にはこだわっていただきたいなと思うんですけど、照明私の2つでバッテリーも合わせて、まあ、5000円ちょっとぐらいなんですね。なので、まあ、安くてもいいので明るくとにかくできるようなものをしていただければというふうに思います。私の使ってる機材はまあこんなもんなんですけれども、そんなに特にお金をかけすぎて凝ってるというわけではありません。本当にお手持ちのもので十分ですね、特にまあスマホでですね十分なクオリティのものは YouTube で上げるということであればお作りいただけると思いますので、やっぱりまず撮って見ていただいて、でその反響を得て、あじゃあ次こうしようかなって、多分こういうプロセスが私は大事かなというふうに思いますので、あとはですね一回動画をやって反響があるとですね意外とこう嬉しいものというか、あとはその説明を何回もしなくても良いというか、まあ、いろんな副次的な効果が結構現れたりしますので、積極的に動画を撮っていただいて、 YouTube の上げ方みたいなのは別の動画でありますので、まあ、この辺からいけるようにしておきますけれども、積極的にですね動画を使っていただくと、まあ、患者さんなり、まあ、その他の方とのまあいいコミュニケーションの補助的なツールとして活躍するんじゃないかなというふうに思います。それではまた次回。